はい、こんにちは、おもチャンネルです。今回紹介するのはこちらです。プラレールの立体チョコレート、前回の動画で紹介したトミカチョコレートのプラレールバージョンです。今回はこのプラレールチョコレートを、僕が好きな車両を4種類買ってきたので紹介していきたいと思います。箱の側面のデザインはそれぞれに合ったユニークで楽しいデザインになっています。反対側面はこんな感じですね。上も楽しいデザインになっていて、車両が覗けるようになってます。ではまず N700 系新幹線から見ていきましょう。トミカチョコもなかなかいい出来だったので、今回のプラレールチョコも多分いいと思いますよ。おー、なかなかしっかりと再現されてそうな感じしますね。それでは出していきましょう。はい、登場。さあ、ではどんな感じになってるんでしょうか。はい、まず N700 系新幹線からくるっと見てみましょう。こんな感じになってます。プラレールということだけあって、やはり実車よりはプラレールの方に近づけてある感じですね。台座にはこんな感じで車両の名前と、裏側にはプラレールと書いてあります。大きさはプラレールより全然小さくて、スケール的にはトミカぐらいの大きさですね。ただ本当に造形自体はプラレールを元にしているので、上の面の電源スイッチとかは再現されてますね。あとよく見たら下のレールがちゃんとプラレール形状になってます。なかなか本当にプラレールっぽく作ってあるんで、トミカチョコと一緒で小さい子供さんとか本当に喜んでくれそうです。それでは次の車両行ってみたいと思います。では続いて C12 蒸気機関車。さあ、機関車ということだけあって、さっきより作りは細かくなっているはずです。お、なかなか期待に応えてくれそうな感じ。では出してみます。これはなかなかすごそう。では見ていきましょう。ではくるっとこんな感じになってますね。おー、すごい。結構本当に細かくできてますね。これは本当に食べるのがもったいなそうな感じがします。車輪の部分だったり、この窓のとことか、あと省略されそうなこの辺ですね。さらには後ろのこの石炭が積んであるところとか、背面も素晴らしい。反対側もしっかりとできていて、上にはちゃんとスイッチが再現されてて、本当にしっかりとできてます。これは本当にどこから食べていいのかわからない感じですね。商品名は C12 蒸気機関車だったんですけど、名前の刻印は C1250 になってます。いや、想像以上にいい出来でした、蒸気機関車のチョコレート。それでは次の車両見ていきましょう。続いては寝台特急カシオペア。さあ、この車両はね、パンタグラフとかその辺の作りに注目してみたいですね。あ、いいじゃないですか。では見ていきますね。あ、なんか結構可愛らしい感じ。はい、まずくるっとこんな感じ。本当にプラレールのカシオペアの車両をそのままちっちゃくしてチョコレートにしたような、しっかりした形でできてますね。ちゃんとね、横の部分の流れ星のマークだったり、さすがに絵は入ってないんですが、ヘッドマーク、あと反対側の連結器のとこだったりとか、あと期待していたこの上の部分はなかなかしっかり細かく作り込まれてますね。当然電源スイッチもしっかりと再現されてます。いや、カシオペアもなかなか良かったです。今回買った車両の中では割と地味な方なんですけども、結構ね、作りがいいんで、この車両のファンの方にバレンタインとかでプレゼントしたら喜ばれると思います。それでは次の車両行ってみましょう。続いては E7 系北陸新幹線輝き。この車両はね、個人的に一番大好きな車両なんで、一番最後の楽しみにとっておきました。さあ、どんな感じか楽しみです。それでは見ていきます。ではまずくるりと一周。はい、こんな感じ。これも N700 系新幹線と同じように、デザイン的にはプラレール寄りになってますね。仕上がり的にはね、ちゃんと細かいラインとかこんな感じでちゃんと入ってたり、あと入り口のドアがこんな感じでちゃんと凹凸があったりとか、ラインを引くだけでごまかされそうなところもしっかりとできてます。上から見てもプラレールの輝きの車両をそのまま小さくした感じになってます。ちゃんと電源スイッチもあります。いや、僕がね、大好きな車両の輝きなんですけども、期待通りしっかりとできてました。はい、こんな感じで4両のプラレール立体チョコを紹介しました。ではせっかくなんで、トミカ働くチョコも軽く全て紹介したいと思います。まずは日産 NV350 キャラバン救急車。中身はこんな感じです。
ではくるっと一周しましょう。トミカチョコの方はプラレールと違ってですね、スケールがそのままおもちゃと同じようなサイズでできてるんで、本当にトミカ好きの人にはすごく喜ばれると思います。この救急車もね、本当に細かいとこがよくできてますね。台座にはプラレールと同じように車両名と、裏側にはトミカの文字が入ってます。続いては災害対策用救助車3型、これも本当にしっかりとできてます。くるっとこんな感じ。前回の動画では実際のトミカと並べて比べてみたんですけど、本当にね、細かいところがしっかりとできていて、本当にこの車両が大好きな方にすごく喜ばれるものだと思います。ぜひお子さんのプレゼントにどうぞ。それでは次の車両を見ていきます。続いてはイスズキがダンプカー、これも本当になかなか素敵です。くるりとこんな感じ、本当に細かいところがしっかりできていて、見ているだけで楽しくなってきますね。前回も言っちゃったんですけども、荷台のギミックとか再現されてたら、まずそんなことはありえないんですけど、最高ですね。それでは次の車両を見ていきましょう。続いては日立建機ホイールローダー ZW220、 これもね、小さいながらなかなか細かくできてます。はい、くるっとこんな感じですね。しっかりできてて本当いいんですけども、昨日は言わなかったんですが、ちょっと小さいんで食べるってなったら他の車両と比べると少し物足りないかもしれませんね。一番最後に重量を測って、どのチョコレートが一番内容量が多いのかを検証してみたいと思います。さあ、それではラスト、 UD トラックスクオンミキサー車です。個人的には地味なんですけど、なんかこのミキサー車の作りが結構しっかりしていて好きですね。これは食べたくないな。本当にしっかりできてます。チョコレートで本当にね、この感じが出せてるのが個人的にはツボですね。好き嫌い分かれそうですけど、個人的には本当にいいと思います。はい、これで今回購入したプラレールチョコ4種類とトミカチョコ5種類全て紹介しました。で、最後にチョコレートとして食べるには一体どれが一番お得かを重さを測って検証しようと思ったんですけど、少しちょっと動画が長くなってしまうんで、その検証はまた別で短めの動画にまとめてみたいと思います。すぐにアップするんで、またそちらもよければご覧ください。では今回はこの辺りで。皆さん、2月14日のバレンタインデーはもうすぐです。ぜひこういった車両が好きな方に今回のチョコレート勇気を出してプレゼントしてみてください。きっと喜ばれるはずです。それではまたお会いしましょう。おもちゃんねるのたるでした。さよなら、バイバイ。